え、ニカじゃん。ニカじゃん。一緒に出ましたね。はい、ヤマト。よっしゃー！お、ディフェンダー。からの、これは、ニカだー！ハローモムジカです。ということで、やっていきます。もう初動画なんですけど、このワンピースのバウンティーラッシュをね、これからちょっと続けられるかどうかは今日の動画にかかってるんですが、ということで、夜のキティさんが来てくれてます。お願いします。財閥チャンネルようこそ。今回お金の稼ぎ方を教えるということで、よろしくお願いします。何の？何つった今最初。財閥チャンネル。財閥チャンネル。ビジネス系 TikToker です。はい、よろしくお願いします。ビジネス系 TikToker じゃないでしょ。ちょっとこちらご覧ください。はい。キティさんで、バウンティーラッシュの、まあ、でも YouTube もやってるんですよね。あ、YouTube 軽くやってます。で、バウンティーラッシュをやってるキッズは、まあ、知らない人いないんじゃないかというぐらいの。もともと10万いたんですね。あ、元10万いました。はい。あ、すごっ。え、それで1回消されて、で2回目もう1回立ち上げて、それも消されたってこと？簡単に言うと7万5000人のアカウント消されて、次2万5000人まで行って、そまたアカウント消されてみたいな感じです。あー、で累計もう10万回フォローされてるってことですね。あ、まあそういうことです。はい、聞いてください。今日何したいかっていうと、今このアカウントマジでチュートリアル終わって1回1、2戦ぐらいやっただけなんですよ。でこれをに10万課金したらどんぐらい強くなるのかやってみた企画。相当強くなります。マジっすか？え、10万いないっす。ちょ、最初に聞きたいんですけど、このゲームは廃課金ゲーですか？はい、廃課金ゲーです。廃課金ゲーなの？課金したら勝てないゲーム？そうです、全然。マジか。そんな地獄のようなゲームなの、キッズたちからしたら。はい。10万あったらもう最強になれるんですか？10万あったらランカーになれます。いや、マジか。例えば、バウンティーラッシュの廃課金者さんっつったら、どんぐらい課金してるもんなんですか？まあ、月12万とかっすね、大体は。いや、ちょっと荒野行動で鍛えられてきた回がありますね。今、どんな、はい、これ、いいガチャ来てるんですか？今、めっちゃいいガチャ来てます。マジか！で、このニカが出たタイミングなんですよね。これ、最強になれるかなっていう。ワンピースは読んできてるんですよ。細かいとこまではあんまり見えてないけど、最後まで一応全部見れてるっていうような。あ、僕全然普通にワンピース見たことない。なんで、ということで。どういうこと？いいの？バウンティーラッシュ好きでワンピース見始めました。そっち入り。課金の仕方っていうか、だってこれもセールとかあるし、ね、ま、チケットを買うことっすね。チケット、限定ガチャチケットっていうのがあるんですけど、そうですね、これのルフィみたいな、もう、それを買います。5600円を1回買ったら10回分ですね、10連ですね。キャラクターが当たりやすいっていうか。ああ、そうか、そういうことか。え、8回買えると。そうですね、この8回買うことによって、うん、もう確実にキャラはゲットできるよっていう。マジで1回で出る可能性もあるってことですか？もうあります。全然2回限定なんだ。2回以外でもいろんなキャラが出ます。そうだよね。そうだ、何を言っとんだろう。こっちはヤマトが出るガチャ、ヤマトが出やすい、出やすいガチャ。そうですね、これも8回買えば。おー、じゃ今ちなみに強いキャラってトップ3で言うと、現環境で一番強いキャラっつったら、今見てもらったニカっていうキャラクターと、はいはい、キッドローっていうキャラクター。ガチャは終わっちゃったんですけど、まあ、ヘルメッポっていうキャラクターがいるんですけど、まあ、あんま知られてないかなっていう。ヘル、え、あいつが強いの？モブキャラじゃないの？はい、僕の中だけですね、多分。この2つで割といっちゃうんじゃない？ちょっと23,200、5600×8、44,800。ああ、まだまだ、まだちょっと余るぐらいか。で、このニカガチャ引いたら、まあまあ他にもなんか強いキャラ揃う感じなのかな。わ、意外と揃いますね。え、これもう8回買っちゃって、はい、あ、もう全部買っちゃってください。でもあれでしょ、4回とかで出る可能性もあるんでしょ。あります、あります。じゃちょっとずつ買った方がいいか。とりあえず回してみますか、じゃあ。うん、回してみる。あ、もう全部受けちょったってください。受けちょった方がいい。じゃあ一発で当てちゃいますね、とりあえず。はい、お願いします。初ガチャですわ。あ、これ仲間ありなんで2点っす。で、これ宝箱金なんで2点っす。4点で、で、金旗でまあ2点、シャボン玉ありで2点で、まあこれ合計100点っすね。全然言ってる意味が分かんねえ。で、この引けっていう感じが金だったんですよ、めちゃめちゃ。あー、確定ってことか。そうです、そうです。演出みたいな。スキップじゃないです、あの画面タップ。よし、してもらえれば。なんでこういう惨事とか出るんですよ。あー、これはいい惨事。これはかっこ悪い惨事です。かっこ悪い惨事か。この骨にかけても
私は負けませんよ。これは弱いですね、結構。これ違う3時？あ、これ違うですね。結構あんの？同じキャラで。おお、ストップ。いろんなキャラがいるんで。このさ、アラバスタ編とか。ああ、この星がなんかプレミアスーパーレア。あ、そうですそうですそうです。ああ、なるほどね。これはもうゴミってことですね。でも足も出せねえ。あ、これ確定？今確定これ。強いキャラ。おお、なんだっけこいつ。マゼランだ。これ星4なんで強いです。なるほどね。これって金枠っていう感じ？荒野でいう4マックスで、ね、4限界っす。これを8回繰り返す、ね、これを8回繰り返すのか。4枚ぐらい買っとくか。もうこれ全部受けちょっちゃっていいっすよ。受けちょっちゃうわ。じゃあ行きます。はい、ということでこれ仲間いたらいい。あ、これいる？2人いるよ。これそうですね。あ、けどこれ後ろの番号が14なんで弱いっす、正直。何これ14って。14一番低い数字ですね。お、ゾロキさん、これ熱いです、めちゃめちゃ熱いの。星2個だけど。これ冗談っす、次行きましょう。わかんねんだよおー、まあ、2個でいいって言ったら冗談だな。これはもうじゃあ、これやばいっす、これやばいな。熱いっす。熱くないだろ絶対。え、マジで本当かよ。本当は鬼じゃねえかよ。冗談っすよ。わかんねえだって本当にもうわかんないからさ。あ、ヘルエンプレだぞ。伏線回収。ガチっす。最強でしょ。無策使える？使えないっすね。使えない。お、来たんじゃない？お、ドフラミンゴ来た。うわ、やべえ。マジか、当たるかここでドフラ。いや、こっちでさ、そういうリアクションしてよ、もっと。そんなでもないっすね。そんなでもないんか。使ってる人見たことないっす。ほとんど超フェスって言われる分類のキャラしかみんな使ってないんで。まあ、普通に当たる4ってこと、はい、星4ってことね。そうっす、そうっす。じゃあここではもうヤマトしか大当たりじゃないってこと？そうっすね。なんで今仲間いないんでもうヤマトはないっすねおい、やめろそれなんか大逆転みたいなの。うわ、もうないっすね。旗も赤なんで。え、ここのさ時点ってその今10連じゃんこれ言ったら、はい、10連全部もうダメってこと？いや、1匹は当たります、星4か。はい、来ましたよ。おい、1匹は出るってことね。来ました。ディフェンダー強いっす、ディフェンダー。あ、これなんだっけ、ちょうどさっき読んでたわ。シュガー、シュガーっす。これは敵を全員おもちゃに変えれる。おもちゃにできるの実際。え、強くない、はい、それ。いや、そんなに強くはないっすね。なんだよ、その走ってる瞬間にもうそのガチャの全部がもう見えちゃうの切ないな。そうっすね。なんでちょっとユースは。何を？仲間ありやん、これありっす。で、宝箱なしは、うん、もうほぼないです。仲間ありで、はい、今あのこの告発した時にここに宝箱なかったらもう微妙ってことね。いや、もう残念ですね。なんだよ、いや、すげえ出たけど。さあ、今回の4は、うわ、マジかマジかこれ4なの。めっちゃ強いですこれ。え、ガチ？これガチはめちゃめちゃ強いです、マジで。本当に冗談抜きで強いってこと？これめちゃめちゃ強いです、マジで。いや、これは強いでしょ。強いでしょ。でもさあ、これ宝箱は？宝箱だよ。これ結構いいんじゃない？結構熱いです、これ。確かに、あ、ちょっと違う。これ熱い。燃えてきた。あ、これめっちゃ熱いです。え、これブレ全員演出当たってるっすわ。マジ？はい、来た。あ、外れてるっすわ、全然。え、どういうこと？今、最後ので外れたっすわ。あー、最後のはどうなんの？よかったら。あの、引けが金字幕になるんですよ。あー、なるほど。さあ、ここで熱いっす。これ何？あー、これめっちゃ強い。本当に？ほとんどの人が使ってる。うん、もうさっきも言ってたぞ、それ。さっきも聞いたぞ、それ。これまあまあ強いですね、本当に。怪物強化。まあ4ですからね。そうですね、4っていうところがもう強いな。それはわかるわ、俺も。4イコール強い、さすがにわかるわ。で、これフルフル使うやん、俺。残り3回。結局確定ってことが。ヤマトは使うの？ヤマトはほとんど使わないですね。
使わないけど課金してるみたいな。使うでしょ。いや使いますよ。使うよね。そうだよね。いつか。いつか。いや俺は使うよヤマト。けどヤマト可愛いんで結構使ってる人多いですよ。いや俺もヤマト好きだもん。出たら使いますよそれ。残り1枚残してぶちかましていく。まあ課金は命ですからね。まあやっちゃいましょう。とりあえず仲間ありきました。仲間あり。あこっから箱。まあ1点マイナスですね。1点マイナスからの燃えてきた。今んところ宝箱以外は OK です。ここで盛り返していく。あ金じゃん。いや白っすね。え白なん。かぶればだからもうヘルメットもバッキバキに上がってるってことだよね。そうっすね。あこれは赤犬っす。やばいっすこれ。赤犬はさ強いでしょ。マジ強いっす。お前の杖がもう信じられんくなってきたわ。だいぶ前から赤犬って2種類いるんすよ。赤犬の2種類いる方の弱い方っすね。はい、チクショー。はい、ね、これゲッターめちゃめちゃいいっす。あ、かぶった。これは強くなりました。そうだね、かぶったから強くなったもんね。2枚目だからね。1回だと60レベルまでしかあれなんですけど、2回当てると70まで上げれるよみたいな。なるほどね。え、じゃ結構かぶってたやつ確定まで引かないといけないっていう形にはなってます。一応今いやーガチャンシビーな俺。じゃあこれであれですね、確定祭りの演出が見れるってことですね。ではないですね、まだ。よっしゃ行くぞ。このアプリも引かないといけないところがある。あ、そうなの？でも足も出せねえぞ。でも1枚はで強いの出るときあるんで、たまに。なるほどね。おー、ローや。お前をぶっ飛ばしに。ルフィロース。あれ？何これ？ルフィロー。まあ、たまにモンストにいる2人のキャラ。あー、あれ。いや、マジか。その組み合わせも入れてくるって言ったらもう無限大じゃねえか、キャラ。そうっすね。めちゃめちゃかっこいいっす。でチケット全部受け取ってもらって、でガチャ行ってもらって、でこれっす、これっす。あ、これか。これ星4確定。まあさっきと同じっすね、一応。あ、これが4回引けるってこと。そうっす、そうっす。でこの4回目で確定みたいな感じです。よっしゃ。あー、でワンチャンそうっす、そうっす。ってことね。4回引く前にはないっすね。今赤だったんでもうないっすね。おい必要ないっすね。もう分かりすぎててやだわ。いやでもね、ちょっと他のやつもね全然持ってないんだよ、ブックが。これめっちゃ強いっす。おお、これめちゃめちゃ強くて、うん、もう腹立ちますね、相手にいたら。よっしゃ。あ、これも仲間いないんで痛いっすね。もうすっかすかやん。あ、この旗は金。金も。そうですね、この金のところはいいんですけど、ゲッターなんでヤマトワンチャンあるっすよこれ。まああるわけない。これ仲間ありで、あ、宝箱がね、ここがね、赤じゃないと。こっちはやがって、あ、仲間も。うわ、シャボン玉ないな。これ14グローブなんだ。後ろが。14グローブ。も出せねえぞ。あ、これま、あ、これ強い。最高だ。これは強い。あ、でもこれフル演出なんで、ではないっす。違うやん。フル演出も見れないという。おい。まあこういう感じですね。まあそれでも出るってこと。そうそう。なんだよ。確定なんでこれ。フル演出ぐらい見せてくれよ。え、ニカちゃん。ニカちゃん。あ、出ましたね。はい、ヤマト確定で。よっしゃー。いや、失ってるもんの方がでかいっすよ。いや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 。1個も外れてないんで。なんかフル演出1個も見てないですね、確かに。いやそれはね、言ってみれば、それここでは見ないっす。だってまだメインディッシュがありますから。一応もう結構買っちゃってる感じですか。結構、あ、4枚だけ買いましたね。はい、じゃあ4枚いっちゃいましょう。8もいらないんで、どう考えても。こんな今まで見てたら8枚は全然いると思うんですけど。やっちゃいましょう。やっちゃいましょうか。見せますよ本当に。まあ、でもレベル4はね、あ、星4は結構いいやつあるでしょ、まだ出してない、全然。はい、全然あるんで。はい、仲間います。宝箱ある。
ありますあります。旗は黒です。これやばいです。旗は黒です。おしゃぼんの回るよ。これいいですね。黒はほとんどないっす。なんで一番低いランクっす。なんだよ。あー、これそうっす。あの、この星4になったら止まるんで、勝手に。あー、なるほどね。ビッグマムやん。ビッグマム来た。えぐ。よっしゃ、4個はいいでしょ。やば。さすがにこれは一番弱い。やめろ。やめろ。弱い方のビッグマム。弱い方かよ。あの、さっきの赤犬みたいな感じですね。いやでも使い分けがあるでしょ。こいつが強くなる時もあるでしょ。もうない。それチーターしか使ってないですね。よっしゃ、行くぞ。はい、オッケー、宝箱。いいですね、これ。お、旗は？あ、旗は赤よ。赤赤赤赤、やばい。赤は金の次。金の次。では普通。いやー、フルフル来ねえな。あ、来た。お、ディフェンダーマジ2個あるっすよ、ワンちゃん。マジで？あ、2個ある。お、来た、ローラ。やった。いいっすね。え、しかもなんか、ワノ国バージョン。そう、ワノ国のローなんですよ、これ。え、こんなのあんだ。そうですね、これがマジで星の中で一番弱いって言われてる。嘘つけ、お前だけ弱いやつばっかじゃない。これ結構、え、こういう感じっすね。え、星41個だったよ。そんなことあんの？いや、今ので5600円終わりっす。一応。あ、こいつか、こいつか。っていう、伝説のローなんで。うわ、敵に当たんない。すごいんですよ、なんか。バグじゃないかって逆に言われてて。敵に当たんないのダメじゃない。よし。行くか。あ、金の旗。引けも金。これ来たんじゃない？これ熱いっす、めちゃめちゃ。これ熱いだろ。めちゃめちゃ熱いっす。これ絶対止まるっすよ、マジで。絶対止まれ止まれ止まれ。わっしゃ、これアタッカー、アタッカー、アタッカー。これ強いの出るんで、ワンちゃん。勝負をつけようぜ。星4の3時。2年後3時。誰も使ってない。行っちゃいましょう、次。え、ニカってディフェンダー？ディフェンダーです。じゃあ、ディフェンダー。あっ、あ、ゲッター。けど、ゲッター強い、結構いるんで。これは？これは？お、キザル。うわ、キザル、キザルはあるでしょ。ブルサリーの。まあ4枚で当てる、当たるでしょ、どうせ。はい、仲間あり。はい、お、宝箱来ましたよ。熱い、旗が燃えてきた。なんかどっか欠けてんな。ワンチャンあるんですよ、これ。矢印は、お、これあるっす、これあるある、あります。旗だけだもんね、悪いの。そうっす、そうっす。マジあるんで、絶対止まるっす、これ。怖え。終わっちゃうなよ。終わるなよ。あ、来た。アタッカー。アタッカーの誰？頼ってくれてありがとう。うわ、嬉しかったわ。普通に強い。普通に強いっす。もう一枚来るから。はい、もう一枚行きますね、これ。やばい、2回目は怖い。終わんないで、終わんないで、終わんないで。あ、来た。アタッカー。アタッカーの。何やこれ。シルバードレイリー。あ、レイリー。レイリー。よろしくな。レイリーさんですね。もうね、キティのテンションに分かるわ、なんか。用途が。あ、そんな使ってねえんだな。使われてねえんだって。やばいね、レイ。あ、え、三つ来たよ。これあんじゃない？三つは結構熱いっすよ。あ、絶対ヒカじゃない。うわ、キラ。キラス、キラス、キラス。キラ強い、強いだよね。はい。いや、これ良かったんじゃないですか、今回。これは結構、神引きってやつです。神引いたよね。はい。一番弱いろ。これなかなかいいっすね、結構。結構いいんすけど、未だにか当たらずみたいな。フルローン。冥王なんで、レイリー。これレイリーも何パターンかあるんでしょう。そうですね、2パターンありますね、レイリーは。弱い方？弱い方っす。強い方当たってないな。え、このキラーは強い、弱いある。強い方っす、これは。あー、よっしゃ。今45,600円まで来ました。これ半分折り返しですね。折り返し、いっちゃいましょう。いや、奇跡の1枚残し。68,000円です。68,000円です。今のところ68,000円でこれっす。いや、まだ68,000円引いてないですからね。あ、そうっす、ね、これから68,000円の結果が出ます。よっしゃー。連射だ、連射。行きましょう。あ、あ、これ、
これ、これ完璧じゃな？完璧じゃなかった？ちょっと見なかった。一番ちゃんと見なくちゃいけなかったの。これ来ますね。あ、ディフェンダー。これじゃない？これじゃない？あ、補正。はい、これじゃないです。ジェルマ誰これ？復活のためにジェルマです。サンジのお父さんですね。ああ。お、ディフェンダー。ディフェンダー来ました。ディフェンダー来ました。来たんじゃないの？ああ、これすごく。あ、ルフィス。ルフィス。ナイトメアルフィ。ゲッターっす。ゲッターの。アプーですね、これ。いや、まだわかんないよ。来ました、アタッカー。アタッカー来ました。誰だ、これ。うわ、ウルティっす、これ。ウルティ。めっちゃ強いっす、これ。あー、いたな、こんなやつ。めちゃくちゃ出るやん、今回。いる。出ないな。久しぶりだ。インペルタンク。じゃあ、お、いい演出。あ、来た、来たよ。宝箱来たよ。来てます、来てます、来てます。旗。旗はちょっと赤だったんですが。まあ、1点マイナスなんで、まだ。ここは？あるんですよ。あ、2点マイナス。うわ、ワンチャンあるっす。全然。でも、これでも出ることは出るときあんの？ありますあります。何でもありだな。あ、すげえ出ねえ。すげえ出ねえ。これいいんですよ、出ない方が。あ、ディフェンダー。来たんじゃない？来たんじゃない？あ、違う。うわ。あ、戦国。戦国どう？戦国さんっすね。うわ、強いっすね、マジで。もうだってもう最強でしょ。言うた。あ、終わった。さあ、仲間います。宝箱あります。これワンチャンあるんじゃ。ナイス。旗。旗はまあ。よし。まあまあ気にせず行きましょう、それは。あ！あります。1点マイナスあります。行けば。お、来たよ。ディフェンダー来たよ。ディフェンダー。これー！フランキー！フランキーの強い方？一番弱い方っす。なんで一番弱い方って。フランキー 何匹かいるんだ。手も足も出せねえぞ。ゲッター。ゲッターも結構強い人いるんで。マジ？俺たちの力を見せてやれ。手も足も出せねえぞ。止めに行くぞ。違うやつだよね。はい、強い方の強いローです。きたー！よっと！強いローです。これよっしゃ、行くワンチャンあるっすよ。はい、マジで。はい。はい、宝箱、はい。これジンベエ来た時めちゃめちゃ熱いんですよ。お、旗も金。で、これジンベエっていうのがめちゃめちゃ熱いです。ジンベエだ。で、矢印は、お、金。これフルフルじゃないの？いや、後ろ14なんで、ちょっとそれはそれはちょっとあれがな、いくつだったらいいの？32っす。32か。いや、まあでもマイナス1点だよ、これ。そう、マイナス2点なんで全然いけるっす。あ、2点か。あと1マイナス1ない。あれ14、24、32なんす。ああ。じゃあその点数が結構でかいんだ。あ、終わりそう。そうっすね、あ、終わった。あ。すげえ早い。まあ、結構出てるからな、もうすでに。まあこれが6万弱ですね。そうですね。あ、もうあれか、終わりましたね。あれ。はい、これ全部受け取ってって感じですね。もう確定っていうか、もう確定です。もらうだけのやつですね。それです。これ、いや、それです。はい、いただきます。よっしゃ、行くぞ。はいはい、あ、はい、もうはい。どこ数字、後ろ32え、どこに書いてます。引けの上のコース。なんの GR って。あ、イザルからの、何出んのかな、次は。次何出んのかな。次、あ、結構熱いですね、これ。宝箱、宝箱。あ、燃えてきた。なんか9段波結構熱いよ。32ディフェンダー。お、ディフェンダーからの、これはリガラー！
来ました。はい、録画用のテンションありがとうございました。どうですか、課金した割には運悪い方っすね。なんかそんな匂いしたわそんな匂いするわ。えけど結構いいんじゃないですか、キャラ的には。だってさ2人でしょ使うの。はい、2つだけもいいの持ってる、いいんじゃない。ほらそうっす、そうっす、本当に全然10万もいらんやん。10万いらないっすよ、見たことないっすもん10万課金してる人。これ2か2いっすね。ちょっとじゃあどうすればいいですかね。こっちか、これは飛び六方チケットガシャ。まあ、飛び六方が出ますですよね。まあ、この辺のお得なやつを買うぐらいか。そうっすね、もうそんくらいしかないって。これ買ったとこで何引くっす。もう引くもんはないっすよ、二かもう一体出すぐらいっすよ、マジで。あれか、そうか。じゃあちょっとこの辺を全部買って許してください皆さん。セール買っときますか、全部。やっぱセールなんでね、もう買わんと、ね、セールは。セールは熱いっす、めちゃめちゃ、ね、どう考えても熱い。テール買わないやつはもう寒い。寒いでしょ、女だってもう当然のごとくみんな買ってくれる、セールなんだから。みんな買ってます、ほとんど買ってないやついないですね、本当に。ね、買った？いや買ってる人見たことないです普通に。いや買ってるところは出さんよ、みんな買ってるんですよ。でも裏でなんかみんなあれですよ、チケットしか買ってないですよみんな。まあ、そうだよね。ダイヤで何引けるのって。ダイヤもうほとんど運試しみたいな。そうだよね、これダイヤ持ってる意味なくない。まあないじゃないはい、なんとなく買いました。これで許してください皆さん。だいたい調節とかってダイヤ2000個とかで天井なんで。ああ、なるほどね。あ、そうそうそう、超フェスが来たとき使うのか。たまに使います。1500個ダイヤ使っても当たんないみたいなこと結構あるんで。こっち2課だけでよかったね、全然。2課だけ引いて、2課ゲットするまで頑張ればいいって感じか、普通の人は。普通の人っていうか。そうですね。キティ氏は2課取ったんですか。いや、持ってないですね。全然。じゃあ勝てるじゃないですか、僕が。そういう感じなんで、次回、プロボコボコにしてみた。プロを課金の力でボコボコにしてみたシリーズです。よろしく。